よいしょ。ではオープニング、はい。こんばんは、ルーリーの部屋、著者の本棚です。今日も約1時間お付き合いよろしくお願いいたします。ルーリーの部屋、著者の本棚は私、名前が沖本瑠璃子と申しますが、担当しております。で、この番組は、ゲストに著者をお招きしていろいろとお話を聞くという番組です。なぜこの番組を始めたかというと、私も本を書いていることがあり、その時に本を書いてる人がどんな本を読んでるのかなと思って話を聞きたい。じゃあ皆さんにも聞いてもらったらいいなという思いから始めた番組です。もう4年ぐらいですかね、始まって。そして今日がなんとね、もう90回も終わり頃なんですよ。もう少しで100回という、結構続いている番組です。この番組は3部構成になっています。ただし、今、録画でご覧になっている方は2部までです。生放送中に3部構成になっていて、そして2部までを録画していると、こういう形になっています。で、1部は4、5分、5分もないかもしれない、そんな状況です。で、2部を対談という形にさせていただいています。この番組はですね、結構音が出ないとかね、音がおかしいとかね、画像が悪いとか、映ってないとかね、結構ありますが、それも楽しみの一つにと思ってやっています。ではまず最初に一部ということで私の話から、ではこちらですかね。はい。今日も連載、掲載されました「頑張らないでやる気を出すコツ」ということで2回目、気楽にサボったらどうっていうようなことを原稿で書いたんですね。これにちなんで今日何か話しようかなと思ったんです。今日月曜日ですよね。で、月曜日ということは割とやる気が出ないっていう人も多いんじゃないでしょうか。日曜日にだるくなって、特に夕方ですかね、だるくなって、で月曜日まだまだエンジンかかってない、焦らずにでいいと思うんですね。だから月曜日に張り切るっていうよりもちょっと気を抜くっていう時間をとってみるといいかもしれないです。詳しくはこちらアルファポリスさんの連載のところを見ていただけると嬉しいです。実は今回2回目ですが、前回の1回目、なんとね、びっくりするぐらいアクセスがすごい多かったらしいんですよ。で、なんでだろうって考えたんですが、結局わからないんですね。どなたかがきっと、団体の人に紹介したんじゃないのかなと思うぐらい、アクセス多かったらしいです。ということは、いかに皆さんやる気が出せていないのか。やる気はあるんだけれども、やる気が出せていないのかということかもしれないです。頑張らないで、やる気、ちょっと出してみるっていうのもいいかなっていうぐらいでしょうかね。では早速今日のゲストは、こちらです。第95回、今日の客人、ボイスアップマスターコーチの春さんっていつもね、言っているので、本名を知らない人もきっと多いんじゃないかと思います。で、本名を含めて自分で紹介していただきましょうか。はい、今日のゲストはこちらの著者ということで、はい、春さんの登場です。バチ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 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、はい、まずですね、ちょっとユーストの方にコメントをいただいています。はい。はい。米谷さんから、ジャケット着るに1票で、ありがとう。値をかけるかなんか言ってたんですね。はい。で、ドン引きって、ごめんなさい、こちらの話です。というのはですね、あまりにも他の人の本の話をどっぷりされると、今ご覧になっている方は、その本について知りたいわけじゃなくて、あくまでもゲストメインですね。はい、だから、ゲストメインのお話をしていただく方がいいかなという意味だったんですね。はい。はい、で、実はですね、最近ちょっと、チャレンジしているのが、同時に Facebook での放送です。はい。放送できてるかな？はい、Facebook の。ただね、はい、ただ Facebook の方は後で動画を見れなくしてしまう可能性多々あります。ライブだけってことですね。はい、YouTube の方だけをまあね後で見てくださいという形にしています。うん、で、ありがとう。でもね、Facebook しかしてない方は今見てくださいという形ですね。はい、で、米谷さんからも春先生というねメッセージ来ています。はい、ありがとうございます。まあいろんな方が入ってくださってます。あ、米谷さんがね、ユーストリームのリンクも貼ってくださってますよね。ありがたいです。ね、こちら。ユーストリーム、Facebook、どちらも正常に映像音声届いてます。今のうちは、ね、今、これがね、どうなるのかねっていうところなんですよね。うん、はい、いろんな方が、ログインされて、はい、ありがたいですよね。いいねもね。いいねマークいっぱいくださいましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね。メッセージがない方の名前は呼ばないようにしてくださいね。はい。はい。ということでお願いします。メッセージがない人ね。これメッセージ書いてくださっている方はいいんです。うん、いいねだけの方は、いろいろで名前出てくるけれども、読み上げないようにお願いします。はい、了解です。はい。ありがとうございます。あ、マイクまたバリバリ言いませんように。あ、ありがとうございます。そうなんです。なんかね、バリバリとね、言うことあるんで、そうするとちょっと一回抜いてはめるっていうこと、よくわかんないんですね。私結構電波持ってるので、いろんな、電気がね、ここで渦巻いちゃうんですね。私の周りでね。というふうにいつも言われています。はい。では、まず自己紹介お願いします。お願いします。ありがとうございます。ご紹介いただきました、ボイスアップマスターコーチ春こと、本名は、宮川春代です。はい、みんな初めて知ったと思いますよ。そんなことないと思いますけどね。はい。これね、宮川なんですよね。はい。川と川がよくあるんだけれども、川の方です。濁らない。濁りません。声も濁らないから。ありがとう。っていうか、きっと、関西の方の方って宮川っていう川があるんで、結構ね、大阪の人とかはもういきなり宮川ですって言ってるのに、あ、宮川さんねっていきなり点々で濁点で言われることが多くて。そうなんですか。で、関東の人は割と宮川って呼んでくださるかな。じゃあ多分、まあ名字が向こうに宮川さんが多くて、こっちが宮川さんが多いんでしょうね。はい。そう思います。でも私もともとは関西の方の出だと思います。あ、そうなんだ。わかんないけど。お伊勢さんの玉砂利を拾っていたのは宮川っていうところの石を持ってきてお伊勢さん、伊勢神宮ですね、に引いてたということなんで、そこら辺かなって勝手に思ってます。はい、余談でした。思うのは自由なんで。はい、そうです。自己紹介も続けてどうぞ。ありがとうございます。で出していただいています。どんな人でも好感度アップの声の魔法という本を出しています。この題名の通り、声ですね。話す時の声、そして話し方、伝え方というのを心理学や脳科学を使ってどう伝わるか、どう話したらいいのかということをレッスンさせていただいています。はい。で、生まれは東京です。あ、そうなんですか。はい。知らなかった。結構ね、長いんですよね。全然知らない。とても長い付き合いなんですけど。出身東京だったんだ。はい。ビジネス上の付き合い。何だろう。わかんないけど、著者さんのつながり。そうですね。なんか改めてってないんで、いちいち聞かないよね。出身どことか。聞かない聞かない。もう長すぎるとなんか全然聞かないよね。そう。でも、瑠璃ちゃんの場合は、広島ですっていうのが、もうすごくアピールがあるじゃないですか。なので、そうね、東京だとアピールないよね。ない。だって別に当たり前だし。東京出身ですっていう人たまにいないですよね。あえて。あえて言わない。地方だから言うみたいな感じよね。そうかもしれない。そうなんだ。そう。知らなかった。東京だと初めてでした。そうなんですね。一応吉祥寺の病院で生まれて、はい。杉並区というところに住んでいました。そうなんだ。吉祥寺で生まれたんだ。はい。今で言えばすごくおしゃれな街とか住みたい街ってナンバーワンみたいな感じね言われたりもしますけど、その頃は本当田舎で、私の小さい頃ってちょっと怖い街でもありましたから、あ、そう。今みたいなあんなおしゃれな感じではなかったんですね。あ、そうなんだ。いやびっくり。赤ちゃんの頃からよく遊んでたのが井の頭公園という大きな公園で。多分今みんな初めて、あ、東京出身なんだとしてると思いますよね。そうなんですね。びっくり。あ、じゃあなんかなんていうのかな、喋るっていうことに関しては難しさはあんまり感じたことはないんだ。よくアナウンスカレッジとか、まあテレビアナウンサーとかそのところの学校に行きましたけど、自分は東京なんでノーマルだと逆に思い込んでるので、そうかそうか、たまに違うところがあるとすっごいびっくりですね。でもやっぱりまあ全部を変えるっていうことはなかったので、他の大阪とかいろんなところの方言の人に比べるとちょっと楽をしている、そうですね、きっとね、多分ね、楽だと思う。あ、そうなんだ、知らなかった、もう意外な発見です。そこみたいな、すごいそこになんかびっくり、本名はまあね、まあ知ってたからあれなんだけど、そうか、そうなんだ、びっくり、そのレベルだ。東京出身にはちょっと驚きでした。見えなかった。どこっぽい？いや、なんかと、いや、わかんないけど東京だとは思ってなかったので。そっか、うんうんうん、東京です。はい。まあそこからね、千葉県の柏っていうところに住んだりとかもしましたけど、でも学びに来たりとか、会社もずっと東京だったので、じゃ関東もずっとって感じなんですね。そうそうそう。だから逆にどっか地方に出張が大好きなんですよ。ああ、知らないところに行けるっていうのが、それは私も好きなので、どこでも好き。ああ、そうなんだ。でも夏休みとか、じゃあ冬休みとか、そういう時の皆さんが帰省っていうのがずっとないんだ。ない。だから空っぽの東京みたいな、お盆の時期の人がいないっていうのをいつも楽しんでる。ですか。でそれでそうですね、こういう仕事をしてるのは、はい、何をしてるかっていうと、もともと司会の仕事をずっとしていたということで、何の仕事、司会は一番初めは結構私バブルの後期ぐらいから仕事でしてるので、本当にイベントが多かったんですよ。多かった時期よね、その時の司会を。そうだから本当に大きい会社さんが広告費をすごく使っていろんなイベントをして、で海外からいろんな人を招致して、こちらで講演会をやったりだとか、あとはまだね、衛星放送がまだ初めの頃だったんですよ。なので BS とかその前ぐらいのその衛星の電波に乗って話をするとか、まあラジオもやりましたけれども、でも基本的には私テレビラジオよりも人に向かって喋りたいと思って、MC というマスター・オブ・セレモニーっていうんですけれども、司会の仕事をメインにやってましたね。あ、そうなんだ、はい、イベント、そうか、昔はね。最近はでもイベントは逆に言うと、もう自分たちがいっぱいイベントや、まあ、いろんなもう普通の人がやって、その普通の人たちがもう自分たちで司会を賄うようになってる時代ですよね。ということは、その人たちにも教えるっていうことも、まあ増えてきてるんでしょうかね。そうですね。そうですね。そう、だから社内で誰かどなたかがお話になるとかが増えてますよね。そもそも司会っていうか、その専門的に習うとか、どういう理由でそんな方向に行ったんですか？そうですよね。皆さんそこがどうやって仕事取るのって言われたり、仕事取る前になんでこの仕事をしようと思ってるのか。そう。すごくどこまで遡ろうかな。若い頃に遡ってください。そうね。きっかけって何ですか？まあ一部上場に。普通に勤めてたんですね。普通に勤めたなんですか。はい。で、その勤めたのも、そんな本当に一部上場の古い大きい会社だったんですけど、あんまり性格的にそういうところが愛はしなかったんですが、もうちょっと遡ると、高校、うちちょっとね家が複雑だったので、もう独立心が旺盛で小学生ぐらいから、高校は自分で奨学金で行ったんですよ。で一応返す奨学金ともらう奨学金があって、で返す奨学金もあって、私働きながらもうちょっと学校行こうと思ってたんですけれども、高校時代に所属してたのがラグビーだったんですね。マネージャー。いや私頑張ってやるのかと思った。さすがにねタックルされたら壊れそうだから。でそのラグビー部の顧問の先生が、なんか就職斡旋の先生で、お前いいところに入れるから、これ以上俺に心配かけるなって言われて、はいと一応じゃあと思って一部上場に一回入って、で何年か勤めて、まあ奨学金も返し終わって、さあこれから自分で好きな仕事をやりたいと思ってから、その時車好きだったんですよ私。レースとか結構行ってたりとか、自分で運転することはなかったんですけど、結構行ってて、で車好きからモーターショーとかによく行っていて、あの系のなぜか何も考えずに喋る人をやりたいって思ったんですね。で自分の容姿も身長も学歴も何も考えずに思って、なぜかそういうところに入り、でそこからがまあ大変だったんですけどね、ああいうので審査があるのでオーディションがあるので事務所に登録したんですけれども、その第一次審査で、まあ、身長だった体重だった学歴書いてて、そこにパスしたら二次審査に行って面接があるんですよ。でオーディションで受かって初めて仕事が取れるみたいな感じだったので、そんなとこから入り。はい、で、同じ原稿をずっと読んでるのはちょっと性に合わずで、生きたライブな仕事MC がやりたいっていうことで、で事務所にも入らせていただいて、でその中でオーディションを受けながら、落ちながら、たまに合格しながらで現場を踏んでいってっていう感じで来ましたね。でもまあだから2本立てで、まあ、仕事も取ってたんですけれども、事務所でもある程度教わったんですけども、あとは自分で。私はラジオパーソナリティさんとテレビの方の学校も行きましたし、あとオペラ歌手の人に発声を学んだりとか、あと CM のディレクターさんのところとか、あとは能の舞台の演出家をやなさってる先生のところとか、演劇系も行ったので、表現力ですねっていうところを結構学びながら、まあ現場で喋りながらっていう感じで仕事を取ってきました。そうなんだ。じゃあ現場でまあいろいろとやりながら学びながら両方で。そうですね。あ、そうなんだ。全然知りませんでした。そうですね。だから、まあそこから教えることもやっていたし、ちょっとなんだろうな、制作というかマネージャータイムもやったりしていたので、人を育てるっていうこともしていたので、で MC もやりながらの講師もしていたので、トータルすると最近50年歴みたいな話があって、トータルするとね、そうそう、両方同じような時期から10歳5回ぐらいね、まあそれぞれ20年以上やってるみたいな感じで。そうなんですよ。そんな話を最近してます。そういう、まあ、きっかけと流れがあって今に至るということなんだ。そっか。で今後はじゃあどういうことをしていきたいんでしょうか。今、まあ来てくださっている方が経営者の方とか講師の方、あと最近は YouTuber の方とか動画に出られる方も結構多いんですね。でと私の特徴は医療系の方が結構多くて、お医者様とか、昨日もそうだったんですけれども、いらっしゃってくださって、なので医療の現場とかもすごく皆さんキツキツだったりするので、皆さんにこの呼吸法と私はなんだろうな、ちゃんと伝えられるようになるっていうことを広げていきたい。呼吸法、じゃあその辺も後でまた聞かせてください。はい。ちょっとメッセージがもし入ってたらいけないんで、ちょっと見てみますね。よいしょ。はい。これがね、回すがね動かないからこの前から苦労してるんですよね。あ、なんか新発見。そう、米谷さんが新発見。新発見。何の発見？東京出身？あ、そうかもしれない。そうなんですよ。あ。米谷さんから「以前の回とかで雑音が聞こえてたのは沖本先生のせいだったんですか」って、いろんな音がね、私が電気持ってる、はい、おかげさまで、よく言われます。一応黙っといてください。はい、ありがとうございます。電気持ってるとどんなことが起こります？まあ一番は自分がびっくり、静電気。何を触っても水道水でもなりますからね。怖い。あとね、気の毒なのは私とすれ違う人がびっくりする、ビシッとくるからっていうのはあります。まあそういうのがあって、多分機械物がちょっと何かあるのかなと思ったりする、反応してしまうかも。わからない、わかんないですね。わかんない、その反応してるのかどうかわからないけども、静電気は半端なくバリバリと。だからホテルとか泊まったりするじゃない、出張で。怖いのよ、部屋に入るのが。まず電気つける前にもう自分がピシピシッといった瞬間に光る稲妻が見えるやつそれが走っちゃう。そうそうで怖いよね。だから電気つけたりとか、お花とかも香りをもっと思ったらダメ。ピシピシッとくるから。花でくる。花もきます。そう、ホテルにある飾ってる花は恐怖ですよ。あ、そう。近くにいる人も恐怖ですよ。あ、近くの人みんな分かんないからね。ビシッといきます。あ、そう。花でピリってきた人は初めて聞きました。だからこう「ああいい香り」とかやったらビシッときます。それ面白いな。はい、そうなんですよ。じゃあちょっとね、本について聞かせてください。そもそもこの本、はい、そんないろんな経験があり、はい、まあ自分がやりたいことをやっている。でこの本ですよね。はい、どんな人でも好感度アップの声の魔法。うん、この本を出すきっかけはどういうことでしょう。はい。で、まあ皆さん、自分の声って大体変わらないと思ってるんですね。ああ、うん。で、なので自分が伝わりにくいなと思ってても、もう一生このままでしょうがないよって思ってる方がいらっしゃって、いやいやそんなことないんですよって、声ってもっとあなたが思ってるよりももっと豊かに出せるし、もっと伝わるようになるんですよっていうのを伝えたいなと思って、はい。で、本でそれをしてもらおうと。はい、いうことだったんですかね。そうですね。はい。そう、ご縁があって、青春出版社さんのところから出させていただきました。なんかね、いろんな声がっていうのと同じで、いろんな色が使われてますよね。そうそうそう、なんか表紙をいろいろ可愛く作ってくださって。ね、はい。いいですね。いろんな色があって。そうですね。カラフルに作ってくださいました。ね、いい声はいい仕事と人生を連れてくる。いいですね。でもね、結構声ってね、大事なんですよ。なんか潜在意識的にふーっと入ってくる声。ああ、時々すごいなんか男性でもすごいいい声の人を聞くと、まあ顔は見てませんよ、電話とかね、すごいなんかかっこいいのイメージしますよね。ですよね。そう。だから声とか話し方って自分の内在したものが出てくるので、そう、自分の魅力をもっと引き出しましょう、ということを言ってます。そう、声って変わるんですよね。うん、そうですね。本当に私のところのレッスン来てくださる方って、早い方って本当に1、2時間でポンと。そう。よくね、あるのが、初めて自分の声を聞いて、落ち込む、ショックを受けるっていう方が昔ね、結構いました。ところがですね、最近でもまだいてびっくりした。最近みんなでもうち声関係ない講座なんですよ。だけど話のまとめ方仕方系で来られた人に、以前ちょっと録音して最初と最後っていうかな、返信ぶりを見てもらおうと思って録音して聞いてもらったんですね。そうするともうね、講座の前に自分の声にすごいショックだったんですって。あ、録画したのを聞いて、録音の声で、それでもうでも今時の人って自分の声とか録音したりとかしてるのかなと思ったりするわけですよ。録画とかするじゃない今、動画をね。昔と違ってなんかもうすぐできるでしょ、思ってて。だから自分の声をそのまあ20代後半ぐらいで初めて聞くってないかなと思ったら、いてついなんか数ヶ月前、ショックでしたって言われました。いやもう講座がもう頭に入らないぐらい声が自分の声がショックだったって言われてました。わかります、みんなそうですね。初めて聞いた時はショックだけども、でもそれってもっとちっちゃい、もっと若い時かと思ったけど、20代後半って珍しいなと。それまでそういう機会がなかったんでしょうね。録画を見るとかね、なんか今動画でみんなこう撮ったりするから聞こえるのかなと思ったんだけど、でもそれぐらい初めて自分の声を聞いたらショックなんですよね。どんな声の人もなんかイメージが違うから、自分で聞くのと、録音して聞くのはね。いつも聞いてるのはね、この骨伝導でね、胸から伝わって聞いてるからね。それにずっと慣れてるから、生まれてからずっとその声だから。本人が思うほど悪くはないんだけど、でも違うっていうことがね、ショックなんですよ。そうなんだ。違うことにショック。皆さん聞きたくないって言いますもん。自分の声。それをね、顔もなんか嫌だし、声もだし、喋り方も全部がなんかね、そうそうそうとかって思いますよね。でもそれをお見せしてるんですよって言ってしまいます。そうですね。でも普段みんなそれを見てるんですけどね。そうなのね。それを聞いてるし、そう慣れてるんだけどね。そうでもそこの不一致感っていうかな、見つけてしまうと自己肯定感が低い状態になってしまうので、それを受け入れてもらうようなことを。やってきますね。はい、面白いですよね。で、このじゃあ本についてもうちょっと詳しく知りたいんですけれども、はい、この本で、じゃあどういうことを伝えたいか、まあ今の内容もありますけれども、もうちょっと具体的な、これ本読んだらどうなるのっていう。そうですね。はい。で、やっぱりこれ手に取ってくださる方っていうのは、やっぱり自分の声にコンプレックスを持っていたりとか、話していても、え？って聞き返されちゃう。それがだんだん「え？」って聞き返されるのが、自分が自信を持っていることだったらいいんだけれども、自信がないことだと「え？」って聞かれた時にますますどんどん気持ちがどんどん遠ざかってしまう。はい、そんなことのないように、はい、自分の気持ちもフラットに伝えることはちゃんと相手に伝わるようにということで、はい、声は一つの要素なんですね。でもちろん話し方だとか、言葉の選び方だとか、あとは非言語ですよね。動画で見た時そうだと思うんですけど、皆さん動画を見ると気になるところはっていうと、あ、視線がキョロキョロしてますっていうんですけれども、そういった非言語の部分ですね、そのものを全部トータルして自信を持って相手に伝わるという方法を書いてます。じゃあこれを、まあ、例えばセミナーとかいろんなものに参加できない方は、まずこれを読んで、はい、そうですね、ご覧いただくと。でやっぱり声が弱い人っていうのは、先ほどちょっと話が出ましたけれども、息が弱く呼吸が弱いんですね。なのでその呼吸法が書いてあったりとか、滑舌が悪い人はこの滑舌が良くなるようなトレーニングがあるんですね。なのでそれをやっていただくだとか、そんな割と具体的にすぐできることを書いてあります。なんかこう漫画っていうのかな、あれ、絵っていうのかな、ありましたよね。はいはい、呼吸法の絵とかね、いろいろと筋肉の絵とかね。そうですね。そうだから自分の声はどんな声なんだろうっていうような、ちょっと分析ができるようなものがあったりとか。そうですね、チェックリスト。そう、どれぐらいあなたの声が相手に届いているかというのをチェックしましょうというようなものがあったり。で声って出しつければもっと違う声が出るんだよっていうことをちょっと書かせていただいてます。で実際にこんなワークをするといいよっていうのをイラストで、はい、いくつか書いてあります。はいですね。そう割と私は普遍的なことをお伝えしたいなと思っていて、なのでこれはいくつの人でもいつになっても使えることです。ですのでぜひ一度ものにしていただければ、ずっと使えると思いますし、あとは声を出す時、皆さん漠然と話してるんですよ。なので見てるとここら辺で声が止まっちゃう方がすごく多くて、ですね。なのでマイクがないと話せない。講師の方、現場に行ったら、今日はマイクがなしって言われてどうするのっていう方とか、マイクがないところを予約して怒り狂っている担当者に怒り狂ってる人を私見たことあります。見たことある。そう。とかっていうくらいしてます。こんな狭い会場で怒ってるんだ。でもそんだけ大きい声で怒りができる怒れるんだったら出てるよねと思ったんだけど。そうなのね。だからそこが心理的なものでね、マイクがないとっていう方もいらっしゃるし、声の届け方だとか、だからあまりにもこの話すこと、発声することっていうのは無意識に今まで生まれてからずっとできちゃってることなので、いちいち言われないし、わからない。あと自分がどんな声なのか、さっきのショック受けちゃった人じゃないんですけれども、どんな話し方をしているのかっていうの客観的にわからないっていう方がほとんどなので、ちょっと自分の声、話し方について探求を始めると面白いことが出てきます。ね。じゃあぜひ自分の声をまず録音して、でこれを読んでみて変えていくっていうのもありですよね。そうですね。ね。すごくなんか使用前使用後みたいなのがある方が、うん、私はなんか楽しそうな気がするんですけどね。あ、声の、うん、うん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 、そうですね。ホームページに今あるかな、ホームページ今ちょっとね作り替え中なので。そうなんですか、うん、来月にはまた新しいのができますんで、はい、じゃあそれ楽しみですよね。はい、載せたいと思います。じゃあそんな春さんが、はい、他の人の本で、うん、まあ思い出というか影響を受けたっていうのはどんな本があるんでしょう。はい、ここに来るときに思い出の本と言われて何にしようと思って、たくさんあるからね、いっぱいあって、だから前ねスーツケース持ってこられた人いましたよ。やっぱりここまでギリギリでどれかまだ悩んでるんですみたいな、すごい荷物持ってこられて、ええとかっていうのが分かる。一冊ずつ選べと言われてもええみたいな。でもあえて選ぶとすると、はいはい、これが思い出の本ということで、じゃーん、これです。自己変革の心理学。これ、うん、私がそう高卒で働き始めたじゃないですか、で大学は学びたいものができた時に行こうと思って、そうでいろいろあって、ご縁があって、30超えてからですね、学びたいと思ったのが、私が話をしたりとか伝えることをしていて、実際に伝えたつもりでも伝わってなかったりとか、あるいはちゃんと伝わって相手がもう教え始めてたので、行動してもらうっていうことまで落とし込むには、やっぱり人の心を学んだ方がいいんじゃないかというところに行き着き、はい、で30超えてから、その頃社会人入試をしていた、今ないんですけど早稲田大学に受験をして、でそこで入って心理学を学んだんですね。で体系的にいろんな心理学を学んだ中で、私がこれからこの両方、この方法を元に伝えていきたいと思った両方が書いてあるのがこの本なんです。あ、そうなんだ。はい、自己変革の心理学。そうですね。で、心理学本当に幅広く学んだので、臨床もそうですし、子供も児童心理学だとか、社会心理学だとか、コミュニケーションの心理学だとか、結構体系的に学んだんですね。で、クライアントさんが来てくださった時に、この両方がいいぞっていうのが自分が分かるようになりたいと思ったので、いろいろ学んだ中で、私は現代を視点にしたもの、認知行動療法ですとか、この論理療法がすごくいいと思います。はい、で、そうですね、この中に出てるんですが、そう私が今も講座でも伝えてたりとか、あと大学校っていうところだし、授業の科目を2科目教えてた時があって、その大学、ってか教えてる時にも教えてたんですけれども、アルバート・エリスさんという方の ABC 理論というのを元に結構教えてるんですね。で話をする人もうまく話せない、人前に行くとドキドキしちゃってうまく話せないっていう方も、この両方を使ってレッスンもさせていただいたりしてます。はい、で非論理的思考への反論ということで、なんでそういう思考が自分の状態を作ってしまう、なのでそこの思考、あるいはこれで言うとビリーフっていう言い方をするんですけれども、信念を変えることで行動を変えていきましょうというような話が載ってます。じゃあ自分のこう思い込みとか、あと一歩前に出せない人は特にいいかもしれないですよね。そうですね。だから本当にこれ自体にも話すのが苦手な人のエピソードもありますし、あと離婚をしたことに対してどう捉えるかっていうのも出ています。で大学時代は本当に学術書が多かったので、ほとんど読んでたのが、これがやたら読みやすく、そうなんだ、はい、誰でも分かるように書いてあったので、今日ちょっとそういう意味でも分かりやすいと思って持ってきてみました。分かりやすいし、今自分の、本当に影響とか思い出になるような、元がここに詰まってるっていう形ですよね。はい、で今も、この内容を生かした形に、できていると。そうですね。そう、ここにも書いてありますけど、心の中の歪んだ思考、イラショナルビリーフっていうんですけれども、があなたに挫折感とか絶望感を与えてしまうと、希望を奪ってしまう、どうせできないとか、どうせっていう思考とか、あと心をこわばらせてしまう、なんとかべき、すべき、しなければならないっていう思考ですね。この思考の筋道を正して、この非合理なとらわれから自らを解き放ち、しなやかで無限の可能性に満ちた自分に出会うという、自己訓練法ですね。そうだからこういう話し方に悩んでる方だけじゃなくって、自分の枠を超えたいとか、いつもうまくいかないんだよねっていうようなことがある人は、ちょっと読んでいただくとヒントになると思います。電話なんだよね。本番中に電話になるという、すごいですね。マナーだからいいんだけどね。ブーブー言ってますね。はい。ですね。そうか。じゃあもう一つありますよね。こちらはじゃあおすすめの本ですかね。おすすめの本ということで、これもすごい悩みました。もう私の周り本当いい本書いてる人ばっかりで、どの本もすごくよくて、私は結構海外のトレーナーの方に直接学んできたりもしているので、あったんですが、あえてこれにしました。じゃあもうご存知でしょうか。声に出して読みたい日本語。斉藤隆先生ですね。たくさんある中から。はい。これです。これは。このタイトルの通り、声に出したいんです。日本語のいろんな言葉が、本当だ、でっかい文字で日本語が、そうでっかい文字で、でこの中でも私がレッスンで使っているのはこのガマの油。ガマの油を売りって知ってます？知ってます。知ってるんですよ。若い割には知ってるんですよ。でこれね、これが筑波山系なんですよ。だから関東の人は知ってるんですけど、関西の人とか九州の人、いやみんな知ってると思いますよ。知らない人が多いですよ。それはすごい若い人ね。私が若いからかなり若い。いやでもこれってこういうのってその声とかそういう時これ結構読む。元ですよね。いろんな講座でこれ読まされたような気がする。あ、本当？そう。発声練習でこのどんな人の好感度アップの声の魔法にも載せたんですけれども、で特典で音声をお渡ししたりもしたんですけど、腹からしっかりとした声を出すっていう。話し方教室系の声の出し方の教材必ずこれがあるような気がする。あ、そう。しかも西日本くらいありますよ。あ、本当に。西日本の人結構レッスンに来る人、昨日も大阪の人が来たんですけど。いや、ガムの油は誰でも。あ、そう。はい。見たことあります。見たことはない。本当にやってるやつでしょ。まあ見たことない。見たんですよ。私3年前に東京ドームの周りでやってたの。あ、本当？私子供の頃見たことあって鉢巻きみたいなのして、それもないテレビではあるけど、あ、そう本物はこれで昔の時代じゃないと今の時代であるんだ。昭和の時代、平成はないと思いますけど、いや平成でも東京ドームで見たので、すごいわ。そう見たんですよ。見たことない、昔の時代かと思う。時代劇みたいな時代が、そうですね。面白いですね。ガマの油を、そう。あとはね、般若心経が出ていたりとか、あと10ゲーム。10ゲーム、5項のすり切れ、代理数行のすり切れの数、内末、風来末、訓列というところに住むところ、あれですね、が出ていたりとか、歌が出ていたりとか、日本語の音自体も楽しめる本なんですよ。なので、これは私大好きなんですよ、実は。百人一首が出てるとかなので、日本語のこの音ですよね。でもともと日本語って言霊って言いますけれども、音にすごく入ってるものがあります。これ風刺家電の世阿弥の言葉だとか五輪書が出ていたりとか、これを楽しく音を楽しみながら日本語を学びで発声も学べるということで、これねおすすめです。じゃあぜひ、はい。この表紙のこの文字のところが面白いですね。ねえ、とても素敵でしょう。はい。です。声に出して読みたい日本語。ヨネヤさんがこういうのね、よくリンクしてくださるんですよね。っていうと、今頃一生懸命調べて、リンク頑張ってくださってるのかな。ちょっと前の本なんで、もしかしてもう全部ないかもしれない。かもしれないですね。でも中古であるかもしれないですよね。はい。あ、ヨネヤさん、はい、来てます。マウス動かない。これいつもなんかよく動かないんだね、これ。あ、上下に動きます。なんか皆さん質問とかあったらぜひくださいな。こっちにする。でもこれすごいですね、95回今日。そうしかもね、これ毎週だったらまだ95だとあれだけど、月に2回なので4年ですよね。4年過ぎてるからね。素晴らしい。まだ一度も休みはないです。あ、素晴らしい。これが年末年始に当たったらどうするかですよね。だから年始に近かった時は自分がゲストで、この前今年は出ました今年のゲストは自分で出ましたよ。年始1日じゃなかったんだけど、一番最初がなんか最初だし、自分も本出した後だし、自分をゲストにしようみたいな。しましたそれもありですね。でもね、年末とかそういう忙しい時でも皆さんなんか出演してくださってるんですよ。だからありがたいですよね。これはゲストが著者のみなのでね、結構大変なんですよ。限られている、そう限定ですからね。だからぜひ皆さん本出したら出てくださいっていう。でも本ね、毎日いっぱい出てますから。そうですよね、著者さんいっぱいいるんですよね。だから最初は笑っていいとも形式にしたかったんですよ。次のゲストをじゃあご紹介、お友達、そうそうそう、それもいいでしょ。でも次の次って結構みんな日程があるからね、そこまではいかないんだけど、けども結構紹介してもらってます。だから今日初めましての人も結構多いですよ。あ、そうなんだ。それも楽しいですね。そうですね、知っている人よりも知らない人をご紹介してもらう方が聞いていて新鮮というか、知らないから。でも今日全然知らないじゃない。知り合いではいながら知らないことが多いよねっていうのでいいんじゃない。こんなに長く知ってる割には。そうそうそう、知り合ってから長いんだけど知らないよね。知らないね。そうね、そうそうそう。あれですよね、知ってると逆にどっかの会場であっても知らない人と話をすることが多分多いと思うのよ。だから知ってる人はできるだけこう会わないようにしてっていうのがあるのかな。そうかもしれない。知ってる人同士が一緒にいつもいてもって思うからね。せっかくのチャンスだからね。そうですよね。へえ。じゃあやっぱりこう自分の仕事に合った本を、はい、そうですね、思い出に紹介にという形ですよね。そうですね。絶対にこれは読んでもらえれば。練習にもなるし、気持ちの変革にもなります。そうですね、思考も変わってくるっていう形ですよね。そうですね、だから人前でこれから話すようになるっていう、この4月からね、転職されてそういう仕事に就くっていう方とか、営業になったとかいう方にも役に立ちますし、ちょっと人前で出すのは厳しかったり、そう先ほどの動画を撮って自分の姿にショックを受けちゃった方とか、話すことに自信を持ってもらえる、という意味で2冊を選びました。はい、ありがとうございます。2冊プラスこの今メインはこの真ん中に入れてます。ありがとうございます。はい。でも本当にこのはるさんの本、いろんなこの色綺麗で文字をなんかお金かけてもらえてますよね。カラーがこの前ね、なんかね聞いたんですよ。表紙になんかいろんな色があるとお金かかるんだって言われてましたよ。まあ確かにね、2色ずり3色ずりねって言われてました。だからお金かけてくださってるんですよこれ。ありがとうございます。手島さんありがとう。ね、いいですよね。はい。魔法と声、なんかこの意味を持たせて色付けしてくださったんでしょうね。そうですね。そうそうそう。そしたらここのちっちゃいイラストもね、私が言ったわけではないんですけれども、私なんか鳥とかすごく、なんだろう、守られてるっていうか、鳥の声とかすごく好きなんですよ。朝とかも起きた時に鳥の声が聞こえたらもうそれだけで。っていう感じで、そう鳥を描いてくださったり、私もねサインの横に星を描いたりするんです。ここに星が描いてあるとか、そう私は何も言ったわけではないのに、すごいちゃんとやってくれたんだ。まあでも基本的に表紙は向こうが勝手にやるから、こっちでは著者はあだこだ言えないので、そうですね。じゃあちゃんとこう糸を組んでやってくださったね。なんか糸を組んでくださったのか何かわかんないんですけどね。という本です。はい、この本をぜひ。はい。きっと今米谷さんがリンクを貼ってくださってると思うんですよ。ありがとうございます。頼んでいる状態ですね。はい、ありがとうございます。すごいですね、協力者がいると。音がね聞こえてるとか、うるさいとか、なんか音がどうのとかね。いろいろ言ってくださいましたね。たまにねこの位置まで言う人いますからね。ちょっと半分隠れてますよとかね。ああいいですね。実はね、私もちょっと来月からこういう番組をしたいと思ってるんですよ。いいじゃないですか。なので今どういうふうにやったらいいかなっていうのをすごく模索しているところで、からもっと多くの人にね聞いてもらえたりとかしてもらえたら嬉しいなと思って。これはね生で見ている人もいるけれども、うん、やっぱり月曜日とか、まあ、8時とかね結構見れない移動中の人もいる。だから YouTube でっていう形にもしてるんですよ。でもねそれだとせっかく生で見ている方に、うん、なんかうまみがあったらということで録画しない部分も生でちょっと見るっていうふうにしてるんです。そっか、じゃあ私もそうさせていただきます。ぜひ勉強になります。の方がいいかなと思って。そう、曜日もちょっと悩んでて水曜日にしようかなと思ったんですけど、時間的には何時ぐらい？やっぱり8時ぐらいかな。そうなのね。本当はね多分遅い方がいろんな方も落ち着いて見れるんだと思うんですよ、移動も終わって。でもそうすると今度ゲストの人が帰るのが遅くなっちゃうでしょ。難しいんですよね。だからやるのも Facebook がいいのか YouTube ライブもあるし、そうね、私も最初 YouTube を考えたんだけど、一応ね Ustream でやり YouTube で録画をし、 Facebook をマーケティングかな。 Facebook もやってる人多そうだけど Facebook やってない人が見れないっていうのだとちょっとなと思って、あと Facebook も割と流れてしまうので。というふうに考えて、メインをユーストリーム生、YouTube を録画でやってますね。でしかももう今まで続けてきてるので、そうね、もう4年もやってるので、そういつやめるってことですよね。継続してるとここまで来るとやめにくいよね。もったいないでしょ。もったいないよね。今なんかあれですよね、テレビ番組って長年ずっとやってたものがどんどん今やめてますよね。45年とか。そうかも。30何年とかの長寿番組やめてるっていうことは、まあ世の中が変わってきてるからね。そうでしょうね。かなりね動画のテレビの位置が変わってるんでね。そうね。あと出演者とかプロデューサーが年齢上がってくるとそういう意味はありますね。ね、費用もかかってしまうしね。だけどポンキキとかなんとか昨日終わったらしいし、ポンキキやってたのみたい、ずっと。あ、そう、なんかニュースとかで見たので、私一度も見たことがなかったので見てみればよかったと思いましたけどね。ポンキキ今までやってたんだ。あ、そう、うちはポンキキ見てなかったからな。あとあれでしょ、サザエさんが東芝一本の CM がもう一本じゃなくなって、あ、そう、サザエさんも今まで東芝ですとかっていろんなやってたのがもうあれなくなるんですよね。そうなんだ。でもサザエさんは残るのね。みたいですね。スポンサーが他のスポンサーだから番組の内容自体もちょっと変わるでしょうね。でしょうね。だっていろんな電化製品を使っての物語も結構あったと思うんだけど、時代の変わり流れ。そうか。だからお茶の間がいっぱい出たりとか台所が出てきたりとか、そうか、生活でね。いろいろとね。時代変わるし、今はこうやっていろんなユースとかいろんな番組をもう普通の素人もやるようになってるから、やっぱりもうテレビからはだんだんとこう離れてるんですよね。そこでもう一回じゃあ新たに春さんも番組をするというところで、楽しくなりますよね。どんなになるのかな。ぜひ水曜日だから、水曜日がいいかも。そう、ちょっと悩んでますけど、ぜひその時も見てもらえたら嬉しいです。きっとね、ヨネヤさんがまたこうコメントしてくださいます。音がどうのとか、顔が画面から外れてますよとかね、いろいろときっと言ってくださいます。嬉しいな。よろしくお願いします。いいですね。で。YouTube と Ustream とか Facebook とか、まあ、いろんなものを使って、そうですね、結局いろいろ使うのがいいの。私が思うには、やっぱりみんな全部やってるわけじゃないので、とか、それを見てくれる人がそれぞれに考えると思うんですよ。YouTube しか見ない人もいれば、Facebook 全然見ない人も結構いるからね、と思っていろいろやるのいいんじゃないですかね。特に発信者だから声っていうか、それも発信なので、同じように発信っていうことからいくといいですよね。その声を聞きながらみんな真似るかもしれないし、そうね、そういう意味でもね。そう、最近だから動画のための話し方講座も結構出版社さんで呼ばれてやらせてもらったりとかしてるんですけど、そう、動画に対しての話し方の需要もありますよね。やっぱり面と向かって話すのと番組作るのと違うので、じゃあますますなんかいろいろやることがいっぱいあって楽しみですよね。はい、はい、そう今年はちょっと今までやらなかった大きい講座もやろうと思ってるのでいいですよね。はい、はいと言ってる間にほら時間がねもうあっという間なんですよ。1時間ぐらい経つのが。ああそうね。はいもうすぐ50分になります。そうなんですよ。はいじゃあちょっとここで次回のゲストをご紹介させてください。はいこの方です。じゃじゃじゃーん。はい出張英語スクールマリア代表の甲斐直美先生です。この前本を出されたばかりなんですよね、うん、でこの本ただの英語の本、英会話の本じゃないんですよ。接客ってついてるところがすごいですね。特化してますよね。楽しい、楽しみですね。という形ですね。はい。またね、うん、今度4月になって、ちょうど4月の最初なので、今年っていうか今年度、新年度から頑張るぞみたいな人がいっぱいいるので、ぜひこの英会話、いろいろとやろうと思ってる人も増えます。うん、そうですね。ぜひまた次回をお楽しみにっていう感じですが、うん、出張なんですよね。すごいな。出張してくれる。実はね、うん、私のこの本ともゆかりがある方で。あ、そうなんですか。うん、今の春さんの本と。そうこの本の、うん、今ちょっとね海外でもちょっと紹介してもらったりもしてくださって、うん、それの英訳をしてくださった。うん、あ、そうなんだ。うん、そうなんです。すごいな。そう。ああ嬉しいな。なんか楽しみですね。うん、じゃあこの本について触れてもらおうかなみたいな。わかんないけどね。はい。英語めちゃくちゃね。まあね、出張英語だからね。帰国子女の方なんで、いろいろお話聞くと面白いと思います。そうですね。日本との違いとかいろんなことがあると思うんですよね。楽しみです。はい。もうね次が96回なんですよ。ほら。100回はあれ100回も決まってる。一応お声掛けしましたからちょっとこれから調整させていただこうかな。もうすごい超有名なパリダコの先生なのでなかなかね100回目にはいいかなと思って、うん、ダメだったら101でもいいので100回101かちょうどいいでしょ。3桁ですからね。3桁やったらやめるわけにはいかないなみたいな ねここまで来たらなんかやめるのがもったいない。老後もずっと年取ってもやんないからじゃあ1000回ぐらいまでずっとね入れ歯落としながらとかねいいかもおーと落ちたみたいな感じでねその頃機械使えるのかな。まあボケてなければもっと簡単に発信できるようになるでしょうから、きっとワンタッチとか指も使わないできっと言葉だけでできるとかきっとねなんか指パチンでとかそう始まるとかねと思いますね。あとはもう会場に来なくても離れててもできる。まあ今もまあできるんだけれども、もっと簡単にできるかもしれないですよね。1000回目指すんですかね。4桁ですね。じゃあ1000回3桁をもうちょっとで、目指さなくてももうちょっとなので3回ね3桁ですね。じゃあ4桁ね、長い距離ですけどね、やっていきましょう。多分ね1000人のような気がする。1000回ってだってこれって毎週じゃないから月に2回なので。長生きします。はい。はい。楽しみです。楽しみです。じゃあ私の方からちょっと、はい、告知をさせていただきます。では、まず、ここは今発信しているところ、貸会議室、チェアフル貸会議室は東神田にあります。最寄り駅はあちこちあります。例えばこんな風にとか、画面変わって、はい、こんなのとか、まあ、いろいろと、椅子だけ並べるとかね、こんな風に綺麗なのよね。これこんな風にやるのもできるし、あとこの緑色のこの椅子ってメモ台付きなので机このなしでこうワーク色のセッションもできますよという形です。ぜひ。私結構机使わないセミナーが多いので。ああそうなんですか。そういう人いいですよね。そうそうこの椅子コロコロ動くからね、こんな風にメモ台になっていて、ぜひどうぞという形です。はい、では、はい、ここでもう一個聞きたいんですが、さっきね今後っていうのもいろいろ聞きましたけども、はい、皆さんに一つだけ何か、お得になる本業の内容でですね、全然関係ないどこどこのお菓子ご一緒じゃなくって、声の出し方とか声のことで、なんかおまけ教えてあげてもらっていいですか？はい、それはなんかうまく出せるようになるとか、出せるでもいいし、何でもいいので、なんか、ああよかった、これ聞いといてもらえてよかったみたいな。そうか、そこに聞いてもらえるかどうかわかんないけれども、じゃあ結構皆さん口がもももと話しちゃう人が多いので、しっかり声を出す方法いきたいと思います。とっても単純なんですが、話すときにどこに話すかを決めること。じゃあこことかあっことか決めて、そこに向かって話します。向かって話す。そうだからマイクで話す人ってマイクに声が入ればいいやと思ってるから、ただぼーっとここに声出してるんですよ。だからさっきマイクがなくて超怒ってた人とかはいつもそうやって喋ってるんだと思います。で、そうじゃなくてしっかりと誰に届けるのか、この方に届けるのかという感じで、しっかりとその相手に届ける意識。とするとその人を見ればいいから余計ですよね。そうですね。やっぱりだってよくご夫婦で旦那さんがこう新聞読んでて奥さんから声かけられても「うん」みたいな「あなた聞いてんの?」みたいな話になる時、ちゃんと奥さんの方を見て「うん」って言えば奥さんもね受け取られた感があるじゃないですか。同じなんだ。はい。じゃあ人前で話す時も同じで、その人に向かって目も見て。はい、で声がそこのところに向かっていくように話をする、ということですね。はい、すっごいシンプルなんですけど、ね、結構ねできてない人多いんですよ。そう思います。ぜひ伝え上手になってください。それ向こうにいるのにここに向かっちゃダメですもんね。そうですよね。ね、ここに声が落ちちゃうよね。はい、じゃあぜひ今から皆さんその向かって。ね、部屋の中に人がいなくても、例えばこの壁のここのところに言おうとか、ここのテレビに向かって言おうとか、ぜひ練習してみてください。はい、今やらないとそう後ではね、後ではもうねすっかり忘れるから、今でしょですよね。今でしょ。はい、3点やってみますか。はい、自分のじゃあ30センチぐらい前に、そう何でもいいですから、こんにちはでもいいですか、ちょっと言ってみる、やってみるね。え全然ねマウスがなんでかな。そして次は1メートル先に向かって言ってみる。はい。今度は見えないけど壁を抜いて50メートル先に言ってみる。ああ、壁の向こうに言ってみる。お、いいですよね。うん。声のトーンも威力も変わると思います、これで。ああ、そうか。そうですよね。はい。じゃあぜひ皆さんやってみてください。はい。六角さんから Facebook ライブ安定し。あらら、ここがね見えないんで見えないな。これをこうすればいいのかな。安定し出ますね。はい。あ、これ多分ルリコさんってもしかしてラムちゃんだっちゃラムちゃん、わかんない。ラムちゃんか、ラムちゃん、優秀これがね見えないんで、よいしょ。あ、村井さんからこんばんはよろしくです。こんばんはよろしくです。自分が普段聞いている声と録音した自分の声とのギャップでいつもがっかりします。わかります。でもそれを声をお聞かせしているのは確かなのね。あ、松浦さんから読んでみようその本って、はいありがとうございます。米谷さんがちゃんと本のタイトル、すごい自己変革の心理学、講談社療法入門、はいありがとうございます。すいません名前も太田さんから認知行動療法、僕も受けたことがあります。おお、そうですね。村井さんから行動変わりますね。村井さんから恋愛心理学っていう授業があれば絶対に一日もサボらずに講義を熱心に聞くんですがって。さすがに恋愛心理学はなかった。一コマの中でなんか恋愛にもっていう話ありますけどね。村井さんから心の中が歪みまくっている私には必読書ですね。あ、本当だ。もうね、歪んで腐ってるかもしれないですよね。ヨネヤさんから声に出して読みたい日本語。あ、ちゃんとリンクありがとうございます。ヨネヤさんから第95回ルーリのお部屋著者の本棚。おめでとうございます。ありがとうございます。沖本瑠璃子先生、宮川ですよね。宮川春代先生、こんばんは。パクリ。ありがとう。これもしかしてもどんどん古くなってるかな。95回素晴らしいです。4年間ありがとうございます。いっぱい書いてくださってますね。みんなね。あ、米谷さんからこの春さんの本、どんな人でも好感度アップの声の魔法、ちゃんとリンク貼ってくださってます。ありがとうございます。ポンキッキーも終わってしまったっていうお姉さんから、はい、そうなんですよね。マックさんから、ポンキッキーズという番組名でした。最後は、あ、そうなんだ。へー。あ、変わったんだ。うん、かもね。米谷さんから、ポンキッキは BS やってたそうです。あ、そうなんだ。そっかそっか。だからだ。知らなかったもん。太田さんから、東芝が完全に降りちゃうんですね。あ、完全に降りるんだ。電話も黒電話じゃなくなるかも。あ、そうかもね。今時。もうスマホとかでね。設定がもう昭和でしたもんね。マックさんから、サザエさんはすでに T 社、1社提供ではなくなっていて、4月から、T 社がスポンサー降りたという話です。ああ、そうなんだ。で、村井さんから、もはやテレビは 20% の視聴率が取れればお化け番組と言われる、言われる暗黒の時代ですね。ちょうどラジオが、凋落してきた時と似てますね。つまりメディアの主流はテレビではなくネットなんでしょうね。まあそうですね。まあ用途が変わるんでしょうね。ラジオはラジオでやっぱり人気があるし。そうですよね。で、米谷さんから、私からのコメントですから、が、春先生が水曜8時に始めるのでしたら、私移動しようかな。ごめん、米谷さん水曜8時かぶっちゃうか。ちょっと考える。木曜があるよ。木曜もいいかな。火曜日もいいかな。火曜日はね、あれ、水越さんが。あ、水越大先生と重なっちゃうか。喧嘩ってるのかと思われちゃうからね。それはまずいな。太田さん、Facebook ライブと YouTube ってそう使い分けるのか。何もゲストがいるライブにする必要はないから。ワードプレス講座をライブでやったら面白いかな。あ、そうですよね。面白いですよね。で、太田さんから大きい講座って楽しみな感じがしてますね。大きい講座、そう、ちょっとね、6ヶ月で初めての講座をやろうと思います。米谷さんから、あら、甲斐直美先生、本出されたんですね。そうなんですよ、出されたんですよ。太田さんから、257回目ぐらいに呼んでもらえるように頑張ります。はい、ぜひぜひ。米谷さんから、あ、チアフルタ目的スペースで会議室のリンクありがとうございます。マックさんから、画面代わりは、ユーストリーム、YouTube ご確認を。で、太田さんから、スタジオかと思ったら貸し会議室なんですね。僕もコワーキングスペースの貸し会議室やろうかな。ぜひやってください。村井さんから、おシンプルイズベストなアドバイスです。あ、さっきのね、声出すやつね。はい。太田さんから、最近ボイストレーニングしてないな。あら、頑張ろうぜ。やってください。名古屋でやった時に来てくださってますからね。あ、そうなんですか。で、うららはるかさん、こんばんは。どこへ声を届けるかですね。はい、そうです。ありがとうございます。ということです。米谷さんから、太田さん、私はコーワーキングスペースの会議室でいつも配信しています。生放送はインターネット環境が安定しているところはかなり重要ですね。はい。はい、米谷さんから、春先生、火曜の夜8時にやったら、みんな春先生に見に行くかもしれません。ありがとう。水越さんのところがみんな引っ越すんだな。で、村井さんから、視聴率はもともとの、あ、そうですよね、僕の仕事です、そうです、そうですね、視聴率のところにいらっしゃったからね。そうなんだ。と言ってる間にもう9時を過ぎてしまいました。皆さんのコメントがすっごい嬉しいですよね。ありがとうございます。で、こちらの方もちょっと見せていただきますと、はい、津浦さんから、はい、表示初めて見るとき、あ、表示初めて見るときってテンション上がりますよね。本のね。ですよね。で、私も番組できるかな。あ、できます、できます。だって LINE の女王ですからね。もう全部うまく使ってください。LINE も使ったら面白いですよね。LINE 動画もライブもできる。できるよね、多分。多分わかんない。でも、あれだね、Facebook というストリームと、それからあと LINE と全部やると、すごい一人でやると大変ですね。もうスタッフいないと大変かも。スタッフ頼めばいいね。でも一人でやるのが多分、私は見ている方もいいのかなと。もう専門的になってしまうとちょっと違うかなって思うんですね。まあ分かんないですよ。私はそういうふうに見ちゃう。一人で頑張ってる姿の方がワクワクするかな。何の失敗があるかなと。そうそうそう。見守ってあげなきゃ。こうやってみんなに助けてもらってできてる番組でした。はい、ありがとうございます。いろんなコメントをね、こうやって盛り上がってます。ありがとうございます。では。次回をお楽しみの前にポーズがあるので、お願いいたします。はい、これ本なんですよ。本を開いて顔を横に出すっていうのがあります。だからルーリのや著者の本棚ってやるのが最後のポーズです。はい、あた顔出すのはお互い外側に。どっちでもいいんです。もう好みあなたの自由みたいな感じです。よろしいでしょうか。はい、はい。あ、米谷さんから。うん。番組期待してます。ありがとう。で、松浦さんに対しても番組期待してますということでした。ありがとうございます。皆さん長時間ありがとうございました。この後おまけとしてまたあるので、チャンネルはそのままということでお願いいたします。一旦ここまでとさせていただきます。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そして今日は長時間ありがとうございました。ではルーリーの部屋、著者の本棚、ありがとうございます。ありがとう。雨を気にしてるの、好きな花を育てるのが悪いの、水のやり方、光の当て方、揃える必要があるの、好きな花を好きなように育ててく幸せを、捨ててまで隣気にして何を怯えてんの、僕は僕の好きな花を好きに育て咲かせたい、今からでも間に合わせよう、大好きな種をまこう、やめとけとか遅すぎるとか、誰かが笑うだろう、その誰かの鉢の中は似たような花が咲く、見えプライド世間体は刻んで肥料にして、僕は僕の好きな花を咲かせるために行こう、ラララララリララララララリララララララタラッタッタッタリラルルタルルルイェイ、夜咲いても朝顔、遅れたって朝顔、やっと見つけた笑顔